What's up, I'm Omi, your homie! ということで、今日はゲストです。はい、こんにちは。翼です。翼の、自己紹介とかない？ヤッホー、翼です。やばい。ちょ、待って待って、カットしよう。みんなヤッホーって言ってくれてるから。早稲田大学でアメフトやってて、社会人になって、てか実家がこっちやから LA に住んでるって感じだね。ブレナン翼、一体どこで一体何をしてんのっていうな方が多いと思うんですけど、結構ね、早稲田でもこのブレイズっていうの、甲子園ボールでブレイズの髪型をしてファンの方も多いと思うんですけど、何してたの最近2月の末頃に、アメリカに帰国して、でまあ、家族がこっちにいるってことで、まあ、とりあえずアメリカにこっち戻ってこいって言われて、まあ、戻ってきて、こっちでの海外挑戦っていう形で、まあ、近江と一緒な形になるんだけど、近江でよかったのかな。いいやろ普段そうやねんから別にいいやまあそう、まあ、同じ感じなんだけど、まあ、海外挑戦っていう形でこっちで、まあ、トレーニングをしてました。なるほど。俺も海外来たかった理由が、やっぱ海外でトレーニングしたりとかさ、レシーバーのスキル練習とかしたりとかさ、やっぱ全然違うやん。アメリカ人と日本人で、例えばルートやってるとかマンツーやってるとか何でもいいけど、スキル系で特に違うなって思ったところってなんかある？ NFL 選手とかとかも一緒にトレーニングしてるのか？してた。その違いを、足腰の強さとスピード感かな、多分その2つが一番違うって感じた気がする。例えばだけど、ブレイクからの移動、その次に方向に進む方向のスピードが違ったりとか、瞬発力の違いは多分すごいなんか日本人レシーバーと違うかな。なるほどね。あとまあスピードはもう普通にみんな速いから。確かに違う。みんなやっぱ陸上選手とか、じゃあ陸上トレーニングをしてるからさ、こう速かったりするわけでということで、アメリカ人と練習するにおいて覚えといた方がいい英語を3つ紹介していきます。でこれはもう翼と僕が一緒にトレーニングしてるんで、その中で僕が、翼は英語ペラペラやけど、まあ俺はもうなんかある程度コミュニケーション取れるぐらいで、でその中で3つ覚えとった方がいいなっていうのを教えていきたいと思います。まず1つ目、 Appreciate. これはいいルートとかナイスキャッチとか、まあ、マンツーで勝った時とかにこう何言ってるか分からへんけど、こう結構褒められる、褒めてくるようなもん、みんな。そうそう、結構褒める文化ある。そう、だからその時にこう、センキューだけやったらちょっとダサい感じがあると思うんで、僕はアプリシエイト。これはいい感じ。これはいい。一個覚えとくのは大事。これは大事。一個として大事。じゃあなんか褒めてみて、英語で。Hey, Omi, nice shot on that one, bro. Appreciate it. そう、そんな感じ。これはちょっとね、Thank you だけじゃなくて、そうそう、覚えとった方がいいってことですね。やと思います。じゃあ僕が紹介する、次2個目。How was that road? How was that road? そうそう、それ。Road の方がいい。そう、Route。Route。Route。How was that road?Route. How was the route? そうそうそう、それ。OK。これは、QB に対して、今のルートどうやったっていう時に、聞いたら絶対いい英語で。まあ、英語でコミュニケーションちょっと取りづらいけど、俺英語わかってるから、リスニングは結構できるけど、こう喋るのができひんことが多いから、こうとりあえず言ってくれたら聞き取れるから、How was the route? って言っていろいろ喋ってもらってこう吸収する、でそれで QB とコミュニケーション取るっていうのが結構ちょっと大事になってくるかなと思って2つ目選びました。まあ、それも QB もだし、マンツーマンであんまりうまくいかなかった時とかに、相手選手にも How was the route? って聞いて、向こう側視点からの指摘とかも多分求めれるから、なるほどね、結構大事だと思う。
では最後3つ目 Good shit! Good shit! OK S-H-I-T Good shit Good shit はめっちゃ使う Good shit Good stuff Good stuff、うん、Good shit の方がいいかもしれない。ああ、やっぱり、うん、これはもう僕がこっちに来て覚えた単語で、いいルートとかいいキャッチして Good shit!ってめっちゃ言われてんけど、うん、初め俺何のことやら分からへんって、まあいいって言ってんのは分かんねんけど、 SHIT ってトンコっていう意味やん。あ、そうね、確かに悪い意味が最初来るかもしれない。だから直訳したらいいうんこ、俺がナイスキャッチ、パーナイスキャッチ、いいうんこ、いいうんこ言うてるような感じやから、まあよく褒められてんだろうなと思ってるけど、うん、結構使ってて、でもう一個はなんかマンツーとかしてて、うん、こうレシーバー対 DB やってて、でレシーバーがこうやって動いてた後に DB がこう DB が上手くて、で結構いい感じでバンプとか打たれた後になんかグッドディフェンスみたいなニュアンスで、うん、グッシェとか、うんうん、今の良かったわみたいな、俺がやられてもった、うん、お前が良すぎて俺がやられてもったみたいな感じやな。うん、そう、そういう意味でも使える。いろいろ柔軟性が多いかもね、このフレーズは。以上、3つであります。いや、皆さん使っててくださいね。で、じゃあ大見ってさ、例えば他の人たちと、あ、英語で、ね、アメリカで英語で喋るときってその何が一番苦戦する？あー、やっぱり発音の L と R、 ちょっと TH 上手なってきた感じはあんねんけど、おうおう L と R だけがちょっとマジで難しくて、うん、L と R 難しくて TH は上手くなってきてる感じ。感じする。 L と R の単語なんかある？じゃあでも例えば Really とかやったら、うん、今の何か分かる？ Really でしょ、うん、俺は結構聞き取れる、あ、聞いてると思う。 D?R はロー。ロあ、じゃあ分かった、いいよ。じゃあ、俺さ、あっちに、oh. Google ホームみたいなのがあるのね、oh. それでちょっと、oh. やろ、試してみよう。やろやろ、 R、 LR の発音、あ、やろ。じゃあ行きましょう。 OK、はい、Google って言ったら反応すんだよな、うん、そう、けど英語のチャレンジだから、okay, okay. 英語でも全部言って、okay.じゃあまず何聞く？何聞きたい？じゃあ翼一旦やってみて。今の気温はみたいな。OK Google。 OK Google。 What is the temperature today? The temperature in Cyprus tonight is predicted to be 68 degrees. おお、かっこいい。 OK Google。 日本語やったら OK Google やで。あれにしようや、簡単に。 How do you spell dinner?おー、いいよ。それ文法的に合ってる？うん、合ってる。いくか。 OK Google、 How do you spell reiterate? Reiterate is spelled R-E-I-T-E-R-A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 -T-E-R
バイヤーはい、ちょっとつまさん見本見してみて。 OK OK Google How do you spell literally? Literally is spelled L-I-T-E-R-A。 さすがや、カツヤ。カツヤやってみて。リテラリー。雰囲気や。雰囲気。 OK Google How do you spell literally? Literally is spelled L-I-T-E-R-A。 Let's go。 怪しい。はい、次。じゃあ、NFL のタイタンズのチーム所属のランニングバック、デリック・ヘンリーを英語でちょっと聞いてみて。だから、Who is そうデリック・ヘンリーって聞いてみて。そうそうそう。そう OK、okay, Google。Who is Derrick Henry?According to Wikipedia, Derrick Lamar Henry Jr. is an American football running back from the National Football League. じゃあ TH 得意ってだから、行くよ。来い。
バイキングズのレシーバー、19番のアダムさんの名前。その名前何？シーラン。シーレン。アダムシーレン。シーレンってカタカナ英語だけど、まあ、そう、日本語のニュースとかやったら、まあ、アダムシーレンって。アダムシーレンね。うん、オッケー。オッケー、グーグー。Who is Adam Sidlen?According to Wikipedia, Adam Mohsen Yahya Saleh is a Yemeni-American YouTube personality from New York City. YouTuber? Okay, Google. Who is Adam Thielen? According to Wikipedia, Adam John Thielen is an American football league. Oh, yes! He played college football at Minnesota. Last one, go. Last one.ラッセル・ウィルソン。うーわ、ラッセル・ウィルソンで、まあ、両方入ってる。まあでもなんかな、その NFL.com とかでこう聞いたことある、うんうんうん、あの何抑揚やから、それでいこう。 OK Google Who is Russell WilsonAccording to Wikipedia, Russell Carrington Wilson is an American football quarterback for the Seattle Seahawks. ちなみにちょっとラッセル・ウィルソンって言ってみて。ラッセル・ウィルソン。全然違います。じゃあちょっと本日はこの辺で終わりたいと思います。では皆さん、チャンネル登録と日本語日本語チャンネル登録とグッドボタンと、あとベルマークと、あとコメントあれば。ここに書いてください。Don't forget to destroy the subscribe button. Press that notification and make sure to like and comment this video down below. 素晴らしい。面白い。はい、じゃあ皆さん、さよなら。Peace out.